ちを食う季節になると思い出す。きっかけは餅つき。嫁は近所に住む1歳下の幼なじみ。小学生の低学年くらいまでは男女でいろいろ一緒に遊んでいたが、高学年になると疎遠に。会えば頭を下げる程度の間柄になってた。俺が中学3年の時に町内会の慣例の餅つき行事があった。俺は親が役員をしていたこともあって毎年参加させられていたんだけど、嫁は数年見かけたことがなかった。ただその年は年度末をもって嫁一家が引っ越しをすることが決まっていたみたいで、周りへの報告も兼ねて嫁一家も行事に参加していた。嫁は今でも身長153センチしかない小柄な体だったことと、餅つきにも毎年参加しているわけではないので、餅をつくことは本来はなかった。ところが、まあ酒の入った大人どもが、〇〇ちゃんも記念についてみな、などと言い出して、嫁も断ることができずに餅をつくことに。自分はこねる役をやることになった。餅つきって大の大人でも結構大変なんだけど、小さな体で一生懸命餅をつく嫁。しかしどう見てもふらふらと危なっかしい。大丈夫かこいつ、と思っていたが、無事に最後の一回を突き終えた。よかった、何事も起きなかった、とほっと手をついてぼーっとしてたところ、その前にも突く役をしていたし、結構疲れてた。周りの酒の入った大人どもが、もう一丁と掛け声をかけた。すでに嫁の体力は限界だったみたいで、最後の一振りをしたわけだが、その最後の一振りが俺の右手の甲に直撃。複雑骨折、一部粉砕してしまった。真面目にめちゃくちゃ痛くて、その場にうずくまった俺。駆け寄ってくる大人ども。ここまでは当然の流れだが、一部の泥酔した大人が嫁のことを烈火のごとく怒り出した。俺が怪我しただけでも呆然自失状態の嫁に向かって、いい年した酔っ払いがつかみかからんばかりにポロポロ涙流して呆然としてる嫁のことを責め立ててるわけよ。で、嫁が失禁しちゃった。それでもまだ怒鳴り続けてる酔っ払い。めちゃくちゃな骨折してたから激痛だったんだけど、嫁の置かれてる立場を見たら、なんかすごい腹が立ってしまい切れて、嫁を責めてる酔っ払いの前に立って、ふざけんな！てめえらが林立てたのが原因だろうが！って酔っ払いをぶん殴っちゃったのね。ポカーンとしてる酔っ払いを放っておいて、嫁の手を引いて、とりあえず家で着替えさせなきゃとその場を後にしたわけ。家まで連れてって
とりあえず風呂に入ってきなと伝え、後から追いかけてきた母親に着替えの用意をさせたりした。風呂から上がって着替えを済ませたけど、会場では大騒ぎになってるしで、とりあえず嫁と俺だけ家に残されて、母親は会場に戻っていった。連れてきてから嫁は一言も話をしてなかったんだけど、ちょっと落ち着いたからなのか、急にギャン泣き、ごめんなさい、ごめんなさいとしか言わない。俺としても嫁は全く悪くないと思ってたし、小さな体でプルプル震えてる嫁を見て、この後責められるであろう嫁を守ってやんなきゃって、なんか使命感みたいなのが芽生えちゃったんだよね。で、なんとか落ち着かせて嫁を連れて会場に戻ったんだけど、まだ言い争いをしてる大人どもの前にずかずかと進んで、俺の怪我のことはどうでもいい、〇〇のことを一切責めないならそれでいい、ただ〇〇のことを責めるなら俺はあんたらを絶対に許さないって怒鳴りつけたんだよね。それでもまだブツブツ言ってたから、俺がいいって言ってるんだからおめえらには関係ねえだろって言ったら、さすがに町内会長さんとかが酔っ払い連中にカツを入れて連れ去ってくれた。嫁の親御さんとかは土下座して謝ってきたけど、〇〇は悪いことやってないんで絶対に叱らないでくださいって伝えて、居心地も悪かったのでさっさと家に戻った。ちなみに嫁の親とか会長さんは事故当時現場から離れたテントにいたので、林立てたりしてない。しばらくしてなんやかんやあって両親も戻ってきて、会場では相当いろいろあったらしい。その時まで周りは骨折してるとは思ってなかったみたい。俺自身も痛みとか云々よりも怒りの方が勝ってしまっていたんだけど、冷静になったらすごい痛みと指に力が入らない。この時点になってやっと両親に連れられて休日診療やってる病院に行った。で、結果が複雑骨折。後日嫁と嫁両親が改めて謝罪に来たんだけど、その時に嫁が怪我が治るまで〇〇くんのお手伝いをするって言い始めたんだよね。うちは両親ともに共働きで鍵っ子だったから、嫁はもちろんのこと嫁実家総出でできることは何でも手伝わせてくださいみたいな感じになったわけ。うちの両親もそれならお願いしますみたいな流れになって、学校から帰ってきて親が帰ってくるまでは嫁とずっと一緒に過ごすことになった。食事とかも週に 2,3 日は嫁の家でごちそうになってたし、それ以外の日でも自分の家に嫁が来ていろいろと手伝ってくれた。前にも書いた通り、嫁実家は年度末に引っ越しが決まってたんだけど、同じ市内に引っ越す予定だった。嫁が嫁両親にきちんと治るまではここにいるって言い張って、結局引っ越し自体の予定が白紙になった。年度が変わって嫁も中学3年になり、俺の怪我もだいぶ良くなったんだけど、怪我が良くなってからも嫁実家との関係はそのままで、
逆に今までいろいろとお世話になったからと、俺が嫁の勉強とかを見るようになり、なぜか嫁も俺と同じ高校に入学してきた。俺自身は嫁のことは最初はタイプではなかったし、ナイスバディの高身長が好み。嫁も俺のことなんてタイプじゃないだろう。キンキキッズの堂本光一が好きって言ってたからって思ってたんだけど、ずっと二人でいる時間が長くて、話すととても面白い子だし、小さくてちょこまかと動き回ってる嫁を見て、あーなんかナゴムシかわいいかもとか思い出し、嫁が高校に入学した時にうちの両親と嫁の両親も交えてお祝いする席があったんだけど、その時に部屋に呼んで玉砕覚悟で告白。そしたら嫁号泣。あーやっぱダメだったかと思ったら、よろしくお願いしますって言われた。とりあえず落ち着かせてリビングで主演してた親たちの元に戻ったんだけど、嫁の赤い目見て追求の手が、告白後30分で両家の親に交際がバレるという流れになり、さらに嫁両親から〇〇をよろしくお願いしますとか言われて、うちの両親もこちらこそよろしくお願いしますみたいな話になり、まるで婚約みたいな話に飛躍していった。で、その後は普通に交際を続けて、嫁の高校卒業の時にまたしても両家でパーティー、両親、嫁両親は主演やって、お前ら婚約しちゃえと、今度は本当に婚約することになった。その後は嫁が専門学校卒業と同時に入籍。今では一男一女のお母さんとして、相変わらずちょこまかと動き回ってます。たまに岐阜から、あの時の物件はすごい魅力的だったけど、いい旦那を手に入れた方が価値が高いとか、酒の席で言われますが、うちの両親、義父母ともに家族ぐるみで仲がいいので、今となっては指がちょっと曲がってくっついたことも含めていい思い出です。言っておきますが、全然イケメンじゃないですよ。嫁曰く、マジで怖くていかつい人ってイメージしかなかったみたいだし、光一くんとは似ても似つかないから玉砕覚悟だったわけで、嫁との身長差30センチくらいあるし、なおさらそう見えたのかも。それと例の酔っ払いの件だけど、田舎の町なので酒飲み人口は多いんだよね。当日は俺両親も嫁両親も酒入ってたし、暴言を言ってた酔っ払いは町内会長さんがカンカンに怒ってしまい、村八分になりかけてた。で、次の年からは泥酔、丸酔いの人は即刻退場扱いって取り決めになりました。ただこの党の暴言を吐いた公務店の人たちは後々きちんと俺とか嫁にも謝罪して、遺恨はなくなったんだけど、結婚を機に家を建て替えることになった時に昔のことを覚えてくれていて、一部設備が無料でかなりグレードアップされるというおまけ話もありました。というか嫁に書き込んだのバレた。恥ずかしいこと書かないでよってプンスカ怒ってたけど、懐かしいねって機嫌はすぐ治った。ただ一箇所追記しておいてだそうで、嫁の初恋は俺だそうで、小さい時はすごい面倒見も良かったし好きだったけど、4年生くらいから相手にしてくれなくなったし、そっけなかった。中学になるとヤンキーとまではいかないけど、ちょっと悪い風の容姿、やんちゃとかになったし、やっぱ身長が180もあるから怖い人になっちゃったって、
初恋としての好きな気持ちは消えたそうな。吊り橋効果で落ちたって思われたくないから、初恋が再熱したって書いておいてってことらしい。ということで、機嫌直す見返りでケーキを藤屋に買いに行ってきます。人数多いから、お小遣いが辛いんだけどね。